どうも、飯田です。レアヘブン田舎者が暴れてきた第19弾となります。今回、前回はモストンテッドナンバー4ランブリギニアベンダドールを潰しました。で、今回のターゲットはフランス製和菓子黒熊まんじゅうことブガッティベロンスーパースポーツを潰していこうと思います。で、やっぱまあ丸い恋物同士ということで、まあカエルさんを用意してきました。まあ性能の隔たりは随分とあるとありますけどね。まあでもあえてまあ弱いもんで強いものに挑むっていうのも男のロマンじゃないですかね。というわけで行きましょうか。いつかいきなりダート走るとかまあ確かに930型ってまあダリ出ましたけど、まあでもさすがにこれ以上ドローンまみれするまでなんて。さて、皆様方のご意見に答えていこうと思います。あれ、アゲーラあるゲットしてないのに記録に使われていることになっていると、まあすでにお察しの方もいらっしゃると思いますが、自分マルチプレイでね、いろいろとやってまして、で今スピードレベル62ぐらいなんですね。で、まあアゲーラある手に入れていろいろと遊んでた結果、まあアゲーラあるで、まあ、突破したと。まあシングルプレイではこういう風にまったりやってますけどね、まあやっぱちょっとスピードポイント稼ぎたいもんでマーチプレイで、まあ、ガンやられてやっています。まあ最も自分本当相当下手くそなんで、まあ、負けまくりですけどね。まあ何回か1位取ったことありますけど、もう本当みんな強すぎてたまったもんじゃないですわ。さて、なんか時々画像出てるけど現行チャージャーってどうなったのと。あれは確かなんか北米のみで使えるみたいですね。なんかスリムジムというお菓子メーカーだったかな、まあ、それ の, あのタイアップで、あのスリムジムのお菓子を買って、あのラベルのコードを入力すると、あのチャージャーがあのマルチプレイ限定で使えるみたいです。なので日本は多分無縁なお話ですね。確かフットパーソルトとかでもなんかドクターペッパーとかね、筋肉もりもりマッチョマンみたい な黒人の CM でおなじみのね、あのメーカーとのタイアップとかあったりとか、まあ、日本でもやってほしいとこなんですけどね。もう やらないならむしろ最初から入れとけって感じですが、ルーズが引かないのがさすが EAJ らしいですかね。さて、まあ収録してほしい写真の中に、まあ、60年代のマッスルカーとかですよね。やっぱね、カーチェストを取り扱ってる以上はこういうの欲しいですよね。黒いチャージャーとか黄色いマスタングマック1とか、あのあたりも欲しいですし、あと iOS 版の iOS および Android 版の Need for Speed Most Wanted にはあのコルベットシーツスティングレーがあるんですね。だから、なんでこっちの方出さないのって感じなんですよ。まあ確かにコブラちゃんもいいんですけど、ただやっぱね、自分 C2 も好きなわけで、まあ、ネガバックは C3 とか C4 とかも出してほしいわけですが、まあ、この辺りは、まあ、後々に EA の DLC 展開なんですかね。結構 iOS 向け のみの車両とか多いんで、本当なんかすぐ隔たりどうにかしてほしいですね。うっと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 、危なむな。今日はなんか交通の治安が非常にいいですね。なんかの前触れじゃなきゃいいんですが、この嵐の前の静けさというか、なんていうか。さて、結婚しても実況を続けるのと。まあ続ける予定ですね。まあただ、まあ、子供ができて今でもさえ結構手一杯なもんでね。さて、調理したての黒ごまんじゅう、ちょっと潰しちゃいましょうかね。面白くないやつだ、これ潰すのは最初にしてやる。というわけで、言いたいとこなんですけど、なんかすでに差がついてるんですけど、お前早えよ。了解。もうやっぱ千馬力銃ありますからね、いくら直線番長とはいえども、まあ、直線だけでも引き離されちゃってんじゃもう話になってないですよ。
まんじゅう、しかしなんか挙動が不安定なような気が。後続車に対処中、応援を。とりあえず行くか。うー、届かない。そしてコルベットパトカーが目の前にいるってことは多分針がニュって出くんでしょうね。嫌な予感しかしないんですが、しかしなんかコルベットパトカーおまんじゅうを取り寄さる気ねえんじゃね。おっとと、おまんじゅうざわ。まあ厳密に言うと私がやったわけじゃないんですが、まあ、この調子でちょっとやっていきましょう。もうとにかく逃げなんだらね、話になりませんからね。でうやっぱ抜きやがったか。補正もなんもこいつ根本的に性能があるですからね。しかも自分相当下手ですから、もうほんと追いかけるだけの手一杯ですか。追いかけきれてもない。とりあえずこっち使いましょう。あっ、ちょっとでも速度乗ってあそこ突っ込むと、あの突破したことにならんので、ちょっと厄介ですねあいつ。しかし遠い。やっぱ暗黒ぎっしり入ってるからね。それも伊達じゃねえな。ここは潰して補正したいとこですが、しかしなかなか、あれ急に減速しやがった。よし、おまんじゅうとっかいかーって、おー、いかカエルさん回数に使ってしまう。よーし、なんとか前やつの前にキープって言っても近づいてる。カエルまんじゅうなんてやだよ。よし、あれなんかまんじゅう急にペース落とし始めたな。もしかして中何個潰れちまったか、もしくは漏れちまったか。まあどこだい、もうちゃっちゃと抜かない、もうペース維持してなんとかしない。おっと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 、おお、おい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 、お前もか。まったく、なんか抜かれたからといってメンタル面でダメになっちゃったんでしょうかね、おまんじゅうさん。まあそんなことはともかく、ちゃっちゃとゴール目指しちゃいましょう。うん、なんか目の前ロードブロックいるけど、すっかすかやな。しかもクラフトかよ、簡単突破できるやろ。まあ、これ走行車でぎっしりやられてたら止まったもんじゃないですか。いやいや、おっと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 、よし、フィニッシュ。スピルランク下の方、まあ、相変わらずの下手らですね。あと下手だから仕方ないね。さーて、ショゲタイム。さあ、おまんじゅうさんを箱詰めして出荷する時が来ましたって言いたいことですけど、やっぱお前早い。やっぱあんこぎっしりは伊達じゃねえ。んてか、まんじゅうどこ行った。ん、お、あっちか。てか、なんか蛇行運転してるな。うっ、おい、ちょっと待って待って待って、自滅しやがって。よーし、チャーンス、潰す。おー、あんこぎっしりのおデブちゃん、伊達じゃないっすね。そして残ったのがおまわりさんとのパーティーっす。まあそのうちこいつらで、まあ、おまんじゅう出てくるんで、しばらく傷と戯れて好きな声を伝えてみましょうか。うーん、いつまでたっても出てこないな。つうかどこにいるんだっけ。あれ、え、あれ、シャットダウンしました。え、ちょっと待ってください、わしいつ潰したんですか。処刑シーンなかったんですけど。で、わお、まさかの、なんか腑に落ちない終わり方だな、お前。どういうことなの。まあ無事完結できたこと、まあ枯れたことですし、いいんでしょうかね。さて、もうそろそろ時間なんで、今回はここまでしたいと思います。グダグダでしたが、最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回にてお会いしましょう。